この施設に来るので知らなかった。あの日も入れておいて作業しとって、まあ、作業は終わったんですけど、売り上げ所で行っちゃったし、何があって言ったの立体駐車に車が入って降りる前に回されちゃったみたいな。そうです。ええ、そうどうかな、私は電話の話しないと思います。新千葉のお客さん、これは現金会社についてましたので、どうなってきてるんですけど、今、電車で客車を引っ張るっていうのがあるので、全部電車になっちゃって、今になってるんですけど、これが鉄道にかかった客にすれば、そうですね、それこそ宝探偵の何千円で何百万円。